はい、こんにちは、こかめです。今回はパイロットのアクロインキとユニのジェットストリームを比較していきたいと思います。はい、ということで最近アクロインクというものが滑らかだということを知ったんですけど、ジェットストリーム言わずもがな滑らかな油性ボールペンと比較したら、どっちがね滑らかなのか決着をねつけていきたいと思います。ということで、比較する内容としてはインクのみですね。インクがどのくらいの違いがあるのかを見ていくので、まあ、このねペン一応 0.5mm と同じね真剣にはしたんですけど、ちょっとね多機能ペンと多色ペンで違う感じではあるんですけど、こちらで比較していきたいと思います。ちょっとね今回はゆる動画としてやっていこうかなって思っているので、ほんとゆるく見ていただけたらなと思うし、あとね自分の感覚なので皆さんがねどんな感じかはわからないんですけど、私が思った感じを話していこうと思います。こちらがアクロインキになっています。これね見てもらっている通り滑らかに描けてると思うんですけど、こんな感じです。インクのね発色もいいですよね。そしてこちらジェットストリーム、やばいな、違いがわからないかもしれないです。でも今書いた感じアクロインキの方がなんか水性っぽい感じが しますね。なんか水っぽい感じがして、ジェットストリームの場合はちょっと粘度があるかなっていう感じだったかな。ジェットストリームも発色がいいですね。その他にもね結構特徴があるみたいなんですけど、まあ、やっぱり滑らかさを比較していきたいなって思います。ちょっとやっぱり滑らかかどうかっていう感じが結構私は重視してるかなって思います。まあ、字が汚くなりやすいとか結構滑らかでもデメリットは出てくるんですけど、油性ボールペンの欠点は粘度が高いっていうことなので、まあ、その欠点をより消してくれているものがいいんじゃないかなっていう感じで見ていきます。やっぱり油性ボールペンはどのペンでもかすれるっていうことはありますね。滑らかなものでも、まあ滑らかなのでかすれても全然気にならないんですよね。切れ味的には見た目はねちょっと劣るかなっていう部分はあるんですけど、で今回は比較ですよね。やっぱりさっきと同様に、やっぱりさっき言ったようにジェットストリームの場合はちょっと粘度があるんですけど滑らかに描ける、まあ、ただアクロインキの場合は水性っぽい感じ、水っぽい感じがあって、個人的にはアクロインキの方が滑らかなんじゃないかなって思いました。今ちょっとね今の段階ではあんまりわからないというか、ちょっとね、今の段階だとこちら多機能ペンになっていて、インクがね単色ボールペンと違うんですよね。なのでそれもちょっとあるのかなっていう気もしなくもないので、ちょっとね今の段階では何とも言えない状態ではあるんですけど、まあ、この軸も合わせてアクロインクとジェットストリームを比べた結果、アクロインキの方が水性っぽい感じで水っぽい感じで、低粘度、アクロインキの方が低粘度だなって思いました。ちょっとね単体とね比べてみないとわからないかなって思ったので、これがね全てではないと思うので、ぜひ今後も比較していきたいなと思います。ぜひね皆さんも比較してみてください。
本当ね、私は比較するのが苦手というか、鈍いというか、あんまり敏感ではないっていうか、もう本当にね、わからないので、ぜひみんなの意見も知りたいなって思います。ということで、今回はゆる動画ということで、あんまり内容なかったですが、ご視聴いただきありがとうございました。では